ダストチャンネルのダストです本日紹介するのは、これだ爆弾、ライオン型爆弾のハイドロスと、リバイアさん型爆弾、パイラスサーペンテーゼデラックスだイェーイ <laughs> さあ、爆弾の第2ウェーブが来ました。第2弾で発売されたのは、ライオン型爆弾のハイドロスと、リバイアさん型爆弾のパイラスサーペンテーゼ。今回はどのような爆弾になっているのか、早速紹介していきましょう。 まずはパッケージから見ていきましょうまずはハイドロスからこれがライオン型爆弾のハイドロスハイドロスのチャレンジレベルは2これがアニメで登場している姿ですね箱の後ろ側ハイドロスのセット内容は爆弾が1個爆コアが2枚そしてキャラクターカード1枚になります紹介されている爆技はスロープスタンドここは遊び方の説明ですね続いてこちらリヴァイアさん型爆弾のパイラスサーペンデーゼ これがパイラスサーペンテーゼ。パイラスサーペンテーゼはデラックス爆弾になります。チャレンジレベルは難しめの4。これがアニメで登場する姿でしょうか。後ろ側。サーペンテーゼのセット内容は爆弾が1個、爆コアが2枚。そしてキャラクターカードとアビリティカードが1枚付いています。アビリティカードはエキスパートデッキバトルで使うカードですね。紹介されている爆技はバウンドシュート。そしてここは遊び方が載っています。 では、中出してみましょう。はい。中出してみました。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。まずはこちら、ハイドロスのボールモードから。一周見渡すと、こんな感じになっています。スタンドさせると、こんな感じ。ハイドロスの場合は、足を出す必要があります。よいしょ。こうですね。これでハイドロスの完成。一周ぐるっと見渡すと、 こんな感じになっています。尻尾もあって、縦紙のデザインもしっかりありますね。ハイドロスの持つバックコアは、シールドとスペシャル。裏側の数値は、シールドは、えー、バトルポイントがプラス250、ダメージレートはプラス0ですね。スペシャルの方は、えー、バトルポイントマイナス100、その代わりにダメージレートがプラス4と高みになっています。キャラクターカードはこちら。ハイドロスは水属性になりますね。 バトルポイントは200。そしてダメージレートは6。続いてこちら。パイラスサーペンテーズのボールモード。一周ぐるっと見渡すと、こんな感じ。スタンドさせると、おおお腹にくっつくんですね。こんな感じになります。爆を取ってみよう。これがパイラスサーペンテーズのスタンドした姿。んー、かっこいい。一周ぐるっと見渡すと、こんな感じです。 羽を広げた姿がかっこいいですねサーペンテーゼの持つバックコアはスーパーアタックとアタックそれぞれ後ろ側を見るとスーパーアタックはバトルポイントは0ただダメージレートはプラス6と高いですねアタックの方はこちらバトルポイント150のダメージレートはプラス2になっていますキャラクターカードはこちら火属性そしてバトルポイントは300ですねダメージレートは6最後はこちらアビリティカード コストは3とまずまずですね効果は、えー、バトルポイントがプラス200フィューリー時はダメージレートがプラス8になりますフィューリーというのはここに書いてあるんですけど手札を1枚も持っていない状態でこのカードを使うとこの効果が発動するというものですねじゃあそれぞれ組み立ててみるとまずはハイドロスの方は、まあ、チャレンジレベルが2なので、うん、簡単ですね 続いてサーペンテーゼ。これがチャレンジレベル4。ハウルカーと一緒ですよね。どうだろうハウルカーかなり難しいですからね。サーペンテーゼはどうでしょうかこうかなで、こうで。おーおーおお。あ、うーんとね、ファーストインプレッションだと、あ、間違えちゃった。あのね、ハウルカーよりは、うーん、簡単かなちょっとだけね。 これならバクチャレでもいけそうな気がする。ということで本日は爆ンのハイドロスとパイラスサーペンテーゼを紹介しました。サーペンテーゼはデラックス版なのでチャレンジレベルも高くて遊びがいがありますしアビリティカードが付くのでエキスパートデッキバトルで遊ぶ人にはいいアイテムだと思います。続いてハイドロスに関してはチャレンジレベルが低めで初心者にも扱いやすい点が魅力なんですけどハイドロスの良さは他にもあるんですよ。初心者向けで優しいのに ダメーージレートが6と高いんですサーペンテーゼと一緒ですからねバトルポイントは200と低めなんですけどサーペンテーゼと100しか違わないのでこれはおすすめですね組み立てが簡単でバクチャリにも使いやすいですしエキスパートデッキバトルでもダメージレートが高いのでかなり重宝しそうですただバトルポイントはサーペンテーゼと100しか違わないといっても200と低めになってしまうのでチャージカードがたまった中盤から使っていくと良さそうですね ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも仮面ライダーやスーパー戦隊、ウルトラマンの玩具なども紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバイ